はよう。あ、おはようございます。起きた？起きました。起きました。本当に起きてるよ。寝ます。寝ないで。おやすみなさい。ね、待って、違うよ。聞いてほしいことがあるの。何ですか？昨日さ、金を3つ手に入れたの覚えてる？覚えてる、覚えてる、うん。覚えてなかっただろ、二人とも。もういい、大丈夫、大丈夫。私一人で脱獄するわ、大丈夫だわ。やだ、ひなこちゃん。そうそう、大丈夫、大丈夫。嘘だよ。覚えてますって。私が持ってるから、もういい。今日何するかとか言ってあげないから、もう。監修、ひなこちゃんが。あー、嘘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 。今日は、自由時間にね、この金のやつを交換しに行きたいの、長老に。あー、オッケーです、オッケーです、交換しましょう。で、刑務作業は小麦にしてもらって、行けなかったところまた掘ってみようよ、下の水路。図書室の、あの下のところか。そう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 、図書室の下の水路。いいなぁ、顔行ってみたいなぁ。じゃあ、ういちゃん一緒に行こう。イエーイ。俺も行きたい。いいよ、葵ちゃん。だってカエルばっか産んでるしさ。確かに、本当だよ、カエル女。だってアホすることないんだよ、いつも見張りで。で、その先が、あと1個だったじゃん、ブロック。確かに、あと1個だった。あの先が、なんだかを今日確認できたらいいよね。確かに、何なんだろうね、あの奥。その先が何次第かによっては、ちょっと今日お昼ご飯何するかは、ちょっとまた考えよう。オッケー。おはよう。出まーす。いやー、愉快愉快。おはようみんな。おはようみんな。あれ？監視あれ？うなだ？ 3D メガネつけてる。耳打ちにしてる。いつもつけてるぞ俺は。いや、サングラスだったもんだって。何を言ってんだい君。俺はいつもサングラスじゃなくて 3D メガネだったよ。なんか人格で立つなのかなこいつ。乗っ取られてんだ。いやでも今日は楽しいよ。楽しいの？今日は楽しい日だよ今日は。ああ、みんな。何？赤ちゃん。いや、赤ちゃん何言ってんだお前。また乗っ取られてる。あ、背中に。監修何を言ってんだ全く。はい、注目。さあ今日はおめでたい日ですよ皆さん。あなたたちは今日この刑務所に来てなんと15日が経過しました。おー、ハーフデスバースデーですよ。ハーフデスバースデー。おー、お祝いしないと。いや待って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 、ハーフデスバースデーってさ、あの私が監修だった頃の前世の時に産んだやつなんだけど、使わないでもらっていいですか勝手に。あ、パクられてる、パクられてる。違う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 、何の話何の話。俺が今日さっき考えたから。パクらないでほしい。本当に商標登録する？商標登録してないよね。確かに特許は取ってないけど。はい、ってことは俺のもの。はい、ということで15日が経過して、処刑までがなんとあと10日です。ハーフですじゃない。ハーフじゃない。本当だ。増やして増やして。増やさねえ。お前ら昨日ちゃんとケーキ減ってんだからな。俺は覚えている。昨日のは理不尽だ。本当だよ。いやいや、ダメだ。もう決まったことは決まったことだ。うっせえあいつ。ここはブレイン刑務所。極悪非道な囚人たちが収容されている。そこにひなこ、葵、新道寺が連れてこられてしまった。今回の監視はプチプチ。果たして3人は脱獄できるのか。ルール説明。丸石を壊すには木のピッケルが必要。ひび割れた石レンガを壊すには石ピッケルが必要で、砂、土、木材は素手で壊すことができる。これはもしもプチプチが監視だったらという本編とは別の世界のストーリーである。いやー、楽しみだな。お前たちあと10日しか生きられないのか。まあでも私にはこのクレジットカードがある。じゃあケーキを買えばいいのかな。ケーキを買えません。早く出ろ青いな。はーい。あ、お前今1個買えたの今よっ。ちなみにだけど、あのね、あのクレジットカードと同じように限度額っていうのがあるんよ。お、限度額いきました。あ、監修もう限度額もう超えてるからね。ってことはどうなるか分かるよね。借金じゃん、最悪じゃんそれ。だってよくよく見てみたらさ、あれなんだね、私以外ちゃんとベッドにいられないんだねみんな。確かに、なんかお嬢だけちゃんと確保されてるもん、寝るところが。そう、お前そんなこと言ったらベッドなくなるからな、青いののせいで。え、青ベッドの位置変えた。ね、机がベッドになっちゃう。机がベッド。そう、振動じゃん。お前なんかずっとうるさかったじゃん、アスレチック作れアスレチック作れって。あ、そうっすよ、そろそろアスレチックしたいな。ほら、作ってみたぞ。あ、アスレチックできてる。あ、ほんとだ。はい、早く合言葉を。やったー。おいおい、お嬢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 。おい、何してよ。おい、イエーイ。
お前今壊したな、お前。俺じゃない、俺じゃん、俺一番ケツだったじゃん。ありがとう、シュートさん壊してくれて。いや、ありがとうじゃないよ。こんなのお前。痛い痛い。あんまりひどいと本当に飯抜きにするからな。そうなの、はい、痛い痛い痛い。まあちょっと君たちこっちに来なさい。ほら、上を見たまえ。え？あれ、なんかついてるよ。ケーキ！いち早くアスレチックにゴールしたやつがあのケーキを入手することができる。マジ？え、待って待って待って、おお、はい、はいはいはい、無言で始めんなお前。で、まあ今回な、ここの部分からまた新しくちょっと最後難しい最後の難関を作っておいた。ここ飛んで、ここもう一個飛んだら、よいしょ！お、え？よいしょ！お、え？よいしょ！お、え？お前、不正がありました、今。お前、今、俺の説明聞いてたか、今。何？ここから最後の難関で取るっていう話をしたんだが、不正があった。いや、すごかった、今。まあ、もういいよ、じゃあ、もう次、もう難しくするから、もういいの？いや、いいの？もう何なんだ、お前、この野郎。募集して貼り直すとかじゃないの、本当にいいの？じゃあ、俺がじゃあ次戻ってきた時に、あの上にいたやつは肉20個だ。オッケー。違う違う、話が違うよ。壁側に欲しかったのに。あ、そうじゃん。で、壁側に向かって行ってるよ。え、こっちの壁ってこと？そうだよ。何年かかんだよ、これ。何の話だよ。もうとりあえず回収。俺が戻ってきた時にいただだよ。それ落とし合いがあるから。え、たった一人だけだから、たった一人だけ。今行ったのに。ダメだ、さっき言った落とし合いをするんだな。やだ。まあじゃあしっかりアスレチックやれ。よし、落とすぞ。よし、行くぞ。よし、じゃあ君らのためにこんなものを貼っておいてあげよう。何？なんだ？パンプキンパイ。持ってるもんだってそれ。いいの。ほら、取りなよ取りなよ。よし、行くぞ。ほい。あ、ざけんなお前。一生終わんねえって。下手だな、痛い。もう監視は、監視はまだいるね。あ、向こう行った。あ、行った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 。あ、行けるんじゃない？行く？行こう。てかさ、ガラスがさ、ちょっと足りないんだよね。今7個しか持ってなくて。あ、54個ある。お前ふざけんなって。持ちすぎだろ、それは。これだから協調性ないやつは。そうだよ。持ってたんだよ、代わりに。じゃあ、今から金を交換しに行くから、シンドさんついてきて。あやいさ。え、ハオは。おいちゃん、その間、取れるから。そうだよ、やっとけよ、これ。シンドさんは、取れないから、よし、行こう。ちょっと、取れたら俺にも分けてよ。いない、いない？いないと思う。大丈夫。よし、行きます。はいはい、オッケー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 。これさ、閉じるのね。これでやったら、ほら、違う、これでやったら減らない。確かに。オッケーオッケーオッケー。今行くよ。行こう。はいはい、レッツゴーレッツゴーレッツゴー。でも監視はさっき独房側っていうか見張りと B 側に行ってたから、多分いないと思うんだよね、こっち。オッケー、いない。オッケーオッケーオッケー。閉めちゃダメだよ。オッケーっす。で、ウォッチハウスに行って、ここを開けて行くぜ。レッツゴー。これで長老に交換してもらったら3つ手に入るよ。3つあればまだ他のところも探索できそうだけどね。オッケー、じゃあ3つするね。はい、オッケー、した。1、2、3個新しく増えました。ゲット、オッケー。天才、戻ろう。行くぜ。よしよしよし、戻ろう。おいちゃん大丈夫？監修。監修いない。よかった。すげえ。今んとこどう？よし、行くぞ。おーよ、よしじゃない。お嬢待って、よしじゃないよ。もう何してんの、閉めてきてね、それ。はい、よし。ここに、オッケー、閉めた。早く。あ、もう終わらない。早くじゃん。早くして。何してんの？俺何のために来てんだろう、これ。本当だよ、何のために来てんの？護衛です。いないいない、葵ちゃん、それうちの見てないでしょ。いないって。本当に？オッケーオッケーオッケー。すげえ、戻る。いない。オッケー。よし、戻る。よし。葵ちゃん、開けるくらいの気を利かしてよ。何してんだよ。本当だよ、開けろよ、お前。もう、あ、やばい。ちょっと待って。はい、オッケー。オッケー。あ、終わったー。
あぶねー、よし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 、ミッションクリア。これで新しく壊れかけのツルハシが3つ手に入りました。オッケー。じゃあさ、あそこ1個さ、水路のとこ壊してもさ、あと2つ余るってことでしょ。じゃなんか困ったら他のに使えるね。そうだね。おい、はい、どうだアスレチック、誰も乗ってないじゃん。いや私が今行けます。じゃあ今さもう一番最初についたやつに肉だな。頑張れお前ら。絶対に私だと思う。肉欲しい。デスゲームだ。あーやばい。おっと、やあ。いやあるぞこれ。振動でチャンスがあるぞ。これあるぞ、これあるぞ、これあるぞ。やばいやばい。なんだよ、よしよしってお前やれよ。お前やってなよ。あ、やってんの。いくよ監修、見ててね。うん。行けるんだよ絶対。もう行く、もう行く。何時間かけるつもりここに。何時間かけんだよお前。うわー、え、ちょかっこよく決めるから。はいはい、早い者勝ち。さあ誰が取るかな。はい、早い者勝ち。監修監修監修、やったえ、なにそれ、せこいって。やったでも監修監修、上見てくださいよ、貼ってあるやつ。お、新しい景品が貼ってある。あれ誰が貼ったんだ。あれは私が貼りました。自ら景品を提示してくれたってことだな。そうなんですよ。じゃあまあ次の日頑張れお前ら、もうおしまいだ。じゃあ10時間は、今回の勝負はひなこの優勝だ。じゃあやったー。そんな無理だよ。さあゲーム作業の時間だ。お前らいっぱい遊んだ後はしっかり働いてもらうぞ。あ、監修、あ、何のために生まれてるだよ。何をして生きるのかわからないな、まあ終わる。あ、違う違う違う、監修監修監修。あ、な、なに、ここやりたい。おお、勝手に入んなお前は。出てこ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 。ここやりたい、ここやりたい。ダメだ。なんで、パン作りたいのに。え、だって動物いないから食料ないよ。一旦こっちに来い、一旦。お前らに見せたいものがある。あ、じゃあ見るだけってこと。見たらあっち連れてってくれる。もう一回は、一回入れ。いいから一回入れって、お前ら。なんで。さあこっちこっちこっちに行きなさい。俺怒ってんだよ俺は。なんで怒ってる。もう怒りっぽいな、年かな。こんなのお前、おい、痛い。殺せ殺せ殺せ。おい、青いの一旦入れ、こん中。まあいいや、全員入れ。やばこれ、どういうことかわかるな、青いの。すごい。いいか、お前があそこに卵をいっぱい置いたせいで、これ全匹これ生まれちまったんだよ、わかるか。え、違いますよ監修。監修がカエルの卵なんていっぱい渡すからですよ。いやということで、今日はここでゲーム作業をしてもらう。まあ青いのにこのカエルの始末をしてもらおうかな。したらじゃあ私と振動さんが小麦。そうっすね、そうしましょう。いやダメだ、お前たちも連帯責任だ。青いのは勝手にやったのに。ひなこ、じゃあ小麦がいいんだな。じゃあ小麦という名の採掘場に入れ。意味わかんない。小麦という名の採掘場に入れ。え、小麦やらせてくれないの。小麦がいいって。ダメだ。はぁ、文句はあの青いのに言え。青のせいじゃない、みんなが青にカエルの卵くれたから悪いんだ。あいつそんなこと言ってるけどいいのか。あいつが全部悪いっすね。もう葵ちゃんがダメ。こいつはもうなんか懲罰棒とかでぶち込んでください。やーらー。じゃあお前次カエルを羽化させた瞬間にお前死刑。でももう持ってないもんカエルの卵。いや持ってるかもしれないから、次やったらだからな絶対。持ってないのに。待て待て、お前動物園行け。動物園。動物園っすか。飼育しろ、いっぱい増やしてたから。うおー、めちゃくちゃいるやん。もうすげえな。よし、青いの、お前はカエルを全員駆除してもらおう。あ、何してんのお前。おいお前痛い、勝手にいじくな、戻せお前。もうあいつ舐めてますよ。お前舐めてんのかお前。一生あそこに いさせるよカエルと一緒に。カエル食べたい。え、青いの、そこのこのチェストにあのこの剣入ってるから、これで全員駆除しといてくれ。一匹残らず全員駆逐しろよ。いいな、わかったな。はい、よし、じゃあ頼んだぞお前ら。はい、ちょっと、ちょっとはこっちだよ。どういうことよあなたたち。いや、あなたよ。あ
そりゃそうだろう。もうどう考えても今起きてることは。葵ちゃん。違う、監修が悪いのに。監修が悪いんじゃないよ。そう、お前が悪いんだろ。青なの？え、待って、え、どうするどうする。でもだって行きたいよね。え、でもこっから行けるじゃん。ポーションから行けないの？無理？いや、まあ行けはするけど。小麦だったら簡単な話だったじゃんって話だよ。待って待って、え、行くとしたらどっからだ。普通にあれだ、見張り島ルートだね。そうだね、見張り島の方から行くって感じじゃない？図書室の方まで。え、待って、私がピッケル持ってるから私がそっちに行かなきゃいけない。シンドさんどこだっけ入ってんの？俺動物園。あ、じゃあ動物園だから閉めてくれるか。オッケー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 。もうなんかかれこれなんか葵ちゃんがめっちゃ時間稼いでくれたおかげでもうね、終わったよ刑務作業。いけるよ私。でも帰る、殺せてない。まだ殺せよお前。そんな本当今やれよ。今殺してる、今殺してんだよ。ちょっと待って、俺葵ちゃんのちょっとあれこれ剣持ってるし、帰る頃せざに行くか今。でもあともう2匹、もう2匹だけ。よし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 、私終わった。え、行く？行こう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 。え、じゃあそっち行く、そっち行くね私。もう葵ちゃんのせいじゃん、もうこんな苦労せんでよかったのに。しかもリスク高いんだよな、こっから行くの。監視いないし、んどさん下に開けるよ私。オッケー、大丈夫、いない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 。オッケー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 。こっから待って、こっから行く私。え、待って、どうやって戻れる？ここ穴開けっぱで監視戻ってきたら終わりだよね。やばい、それはさ、やばいよね。一旦閉めて、魚から行ける、魚から戻れる、大丈夫。オッケー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 。おいちゃん来たよ。お、あ、全部殺してる。ナイス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 。ポーション作れって言われてないからいいよね。いいと思う。待って、俺もちょっと合流する。え、シュシュ早く。今ね、後ろまで来てる。早く待って、今来たよ。オッケー行くよ。オッケー来た、いいよ。開けるよ、気をつけて。待って、めっちゃこの瞬間が一番怖い。監視はいる？いない。よし行きます。はい、あいつ水に着地できなかった。オッケーオッケー、閉めておくよ、気をつけてね。オッケー、よし。いない、行くよ。おいちゃん、はい。小麦小麦小麦、いないよね。マジ怖い、マジ怖い。ここなんで、まあ、おいちゃんのせいだからね。なんで、青のせいじゃないよ。オッケーオッケー、いない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 。いける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 、よし。オッケー、怖いない、よし。小麦小麦小麦、俺戻っとくよ。戻っといて、気をつけてね。オッケー、いない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 。掘って、ついてきてる葵ちゃん。うん、ついてきてる。よし、入るよ小麦。よし、行くぞ。やばい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 、早く早く、よいしょ、ふぅ、入った。よしよし、大丈夫さ、ここまで来たな。ね、誰ここに土を置いたバカ誰？土？本当だ。何これ？何土って？あ、これしんちゃんだ。しんちゃんがなんか水水で掘れないとか言って。え？何言ってんの本当に。これ上掘ればいいだけじゃバカなの。よし、これでこっちだね、行くよ。やばい、ひなこちゃん待って、監視いない？大丈夫？大丈夫？いる？ いないよね、大丈夫だよ。え、大丈夫？え、開けるよ、ガラス。オッケー、行きます。で、怖い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 。いない、オッケー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 。ここ開けっぱでいいかな、痛いよね。あ、大丈夫それ。あ、閉めるかも。ちょっともう外から戻るから関係ない、閉める。オッケー、急げ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 。よし、行きます。はい、早く、レッツゴーレッツゴー。はい、オッケーオッケー、とりあえず図書館まで来た。オッケー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 。これでここだよね、この1個を壊せばいいんだよね。未知の空間だ。よし、壊す。ほい、どう？開通したよ、進む。え、これでもし脱獄できたら、しんちゃん、おい、バイバイ。おい、ふざけんな。あれ、もう1個ある。え、まだあんの？よかった、もういっぱい取っといて。壊した、いける。よし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 。待って、もう1個あるんだけど。ええ、待って、この先あったら足りないよ、あと1個しかない。まだあんの？ちょっと一旦壊すね、これ。ありすぎだろ。いや、ない。でも水路がある。水路？上に上がれるよ、これ。え、どこどこ。え、気をつけて気をつけて。怖い、待って待って、怖い怖い怖い、ちょっと待って、怖い。その先監視者がいたらやばいって。葵ちゃん登ってきて、早く。一人でお楽しみしないでよ。なになになに。工事管理室だよ。え、工事管理室。工事管理室に着いた。え、待って、これさ、ドアないんだ。こっからしか入れない？そんなことある？え、わかんない。え、ってことは監視も入れないんじゃない、もしかして。え、とりあえずちょっと看板読むね、ちゃんと。うん、
工事閉鎖中の通路を開くことが可能です。周りの人の確認をだって。周りの人の確認を。でその下の看板になんか上にオープンって書いてあって下にクローズって書いてある。うん。で、運転手休憩室、懲罰房、刑務作業棟っていう3つの看板があるから、もしかしたらこれでさ、あの刑務作業のさ工事中のところ開くかもしれないよ。オープンクローズって書いてあるもんだって。マジ？ね、開くかちょっと様子見てほしいし、ね、さ、もっともしたいから。あ、待て待て、ちょっと行くわ、ちょっと待って待って、すぐ行くすぐ行く、ちょっと待っててね。ね、時間絶対やばいから早くしてくんない？やばい。いいもう。もう一個。オッケー、来た。来た？開けていい？うん。上がオープン。本当に開くのこれ？だってオープンって書いてあるもん。行けよ。うん。はい。どう？おお。開いた？開いた。じゃあやっぱそうなんだ。そこが開くってことはさ、懲罰房とか開くんじゃない？開ける？大丈夫。だって懲罰房はさ、ポッチハウスとつながってたけど、やばくない？あそこ監視に見られちゃうとこだよね。大丈夫。開けて。いや、やばいよ。この開き方やばいよ、多分。それで開いたら。やばい？ダメ？うん、やばい。あの、看板が落ちちゃう。ああ、まあ、絶対ダメじゃん。そしたら、一旦じゃあ開けないでおいて、運転手休憩室はどうする？もう場所わかんないから怖いからやめとくか。やめとった方がいいと思う。やばそう、ここ。看板取れるからやばいと思う、本当にこれ。刑務作業棟はさ、場所も見えないからそこ開けっぱでいい？ここは大丈夫、ここは、うん。戻らおいちゃん、じゃあ私たち。シードさん、その先さ、何あるか見てほしい。なんかね、奥部屋がある。何の部屋それ？カフェテリア？いや、カフェテリアじゃない。スイッチが2つある。何ので、1つが、エントランスオープンって看板が貼ってる。で、もう1個がエントランスクローズって書いてる。エントランスって何？入り口？門開く？あ、門ってこと？脱獄できちゃうってこと？それ、もし開いたら。押してみる？オープンとクローズどっちもあるの？あ、どっちもあるから、じゃあオープン押してみるわ、一旦。どこ開くんだこれ。押したよ。はぁ、あ、はぁ、あ、待って、はぁ、あ、はぁ、あ、ない、どうだった？開いてない、おいちゃん出よ、出よ。よし。閉めるよ、はい。待って、そこ、うちの監視いるよね、おいちゃん、それ。ねえ、やばい、どうしよう、動けない、ここから、どうしよう。待って、出たかったのに閉めたの、振動した。あ、これ、閉める、待って、どういうこと？開いてるの、そっちが。開けてくれたら、私たち今、脱獄する。あ、でも、やばい、無理、そう、ダメだよ、俺置いていかれるじゃん。今、いけるのに。やばい、閉める。待って、やばい、監視。どうしよう。かおいちゃん、やばくない？待って、早く戻って。戻ろう。やばい。閉めた、おいちゃん、それ戻れ。待って、パニック。ちょっと待って、釣りから戻んなきゃいけない、時間かかる。ちょっと頼んだよ、もし来たら。任して。待って、進展がありすぎる。エントランス開いて、待って、閉まったか確認するの忘れた。閉まってるかな、ちゃんと。じゃあクローズ押した。いや、閉まってた。あ、オッケー。やっぱエントランスってさ、入り口だったってこと？本当に入り口だった。めっちゃ開いてた。出たかったんだけど、なんで閉めんの？それ閉めるだろう、置いていかれるじゃん。待って、脱獄できるじゃん、ガチで。いけるじゃん。今日は無理かな。無理かな。今日無理？いや、さっきいけたよ、絶対。なんでさ、閉めちゃったの？いや、なんで閉めるの？俺無理じゃん。閉められたらやばいじゃん。いいよ、葵ちゃんと私だけでも。おい、ゲーム作業終了だ。はい、す。さあ、どうだ、出来栄え、振動寺。いや、だいぶ終わりましたよ。お前、全然終わってないじゃん。何してた、お前。2匹ずつ残すって話だろ。そうなんすか？お前、何回目だよ、ここ。前もやったやろ。いや、増やしたんすよ。あ、増やしたの？でも、なんかもう結構取ってたんで。待って、でも結構肉あって草。結構あるから。減らして増やしてをやってたのね。効率よく。そうそう、そういうことです。なるほど。あ、まあ、じゃあいいだろ。よっしゃー。まあ、いい出来だったな、今日は。お前にこれをやろう。やったー。悲しみの向こう。はあ、働いた。じゃあ働いたって声が聞く。おい、ひなこ、お前はどうだ？働きました。お、完璧じゃないか。おー。
しかもですよ、ここ見てください、これ。おお、いっぱい入ってる。そしてもうこのかまど全部見てください。あ、すごい1スタックじゃん、ちゃんと。あ、これは次の人への優しさってことだな、これは。そうです、そうです。あ、お前もいい仕事っぷりだ。じゃあもうこれをやろう。はい。やったやった。なんで、お嬢、俺これだよ、俺。よかったじゃん。よくないよ、食べれない。噴水の周り耕して畑作ればいいじゃん。悲しい。そうだよ、ちゃんとお前手作業で穀物を育てないと。お前自分で働く者食うべからずだ。分かったな。働かざる者ね。働かざる者だわ。おい、カエル一匹残ってぞ、ここに。もう痛い。なんで、あ、もうそれ。おいしょあ、青いのどこ行った？今の青いちゃんっすよ。あ、今の青いのか。まあ似てるけどね、確かに。似てねえわ。色がほら、あのオレンジ色だったし。あいつ、どうだ。あれ、ポーションがないぞ、ポーション。ポーション作れって言われてませんよ。ポーション作れって言ってないけど、ここポーション作る部屋だから。え、だってカエル殺せしか言われてない。あれ、あと、え、あれ、これ誰だ。今さっき見た時なかったぞ、これ。お前絶対葵ちゃんだ、それ。葵ちゃんやばいって、あいつ。うわ、あいつ何、ポーションも一個も作らず、カエルを新しく。俺言ったよね、さっきカエル新しく植えたら殺すって。え、植えてないよ。葵ちゃんやってるわ、これは。いや、お前らもちょっと一旦こっち来い。あいつやっぱ懲罰棒っすよ。葵ちゃんダメだよ、そんなことしたら。もう植えてないけどな。お前らもこの中入っていった。え、一回入れ。なんで。すごいイムキスのゲーム作業してる。おい、勝手にやんな、お前。え、ねえ、見て。はぁ、取るよ。あ、そう。おい、お前ら。はい。さあ、青いのは、もう今のままだと死ぬことになるけど、カエルの卵を植えちゃったから。え、青やってないのに。まあ、葵ちゃんに撤去させればいいんじゃないですか、あれ。あ、なるほどね、もう自分の手で。そう。じゃあ、でも罰はどうする、罰は。あ、じゃあ分かった、青が一発ギャグやる。分かった、じゃあお前が一発ギャグをやれ。おー、いや、お前もやるけどな。え、お前ももちろんやるけどな。それは変わらないから。なんでひなこもやっとくか、もう。いや、やらないです。まあ、連帯責任連帯責任で、じゃあ3人ともギャグをやれ、今日は。はい、これ撤去しろ。カエルが生まれる前に早く撤去しろ。3、2、1。失敗してるじゃん。飯ですよ、皆さん。今日はハーフデスバースデーなので、ちょっと豪華にしてありますよ。ラジオちゃんセットだ。なんて言った今。ラジオチャンネルセット。え、知らないの、ラジオちゃんセット。知らない。ラーメン、餃子、チャーハン。あー、それラジオチャって言うんだ。ラジオチャって言うんだ。お前ハワイ出身。え、なに、どういうこと。どう考えても中華料理なのに、なんでハワイ。うるさいうるさい、あなたこうだ言うな。早く入れ。さあ、見てみろ。うわー、やったやった。さあ、じゃあまず、まあ、このケーキはもう食い放題ということなんですが、一旦ストップ。ここの前に並んでください。さあ、好きな飲み物選んでください。電球ソーダだってよ、これ。おー、夏。寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。さあ、そこのお嬢さん、何欲しい。あ、それこれ。オッケー、それね。はい、食べた。あげて、それ、何してるの。もう、はい。もう、あー、はいはい、ほら、そこのお嬢さん、そのお嬢さん、どれがいいですか。これ。あ、電球ソーダ。電球ソーダですね、はい。全部電球ソーダなんだけどな。電球ソーダしかないじゃん。さあ、そこのお兄さん、お兄さん、イケメンだね。何が欲しい。じゃあ電球ソーダ。じゃあ電球ソーダね、はい。おい、なんで、違うよ。はい、店おしまいです。なんでこれだよ、これ。さあ、じゃあ飲み物は皆さん手に入ったことなので、自分のなんかろうそくの前に座ってじゃん、色の前に。はい。じゃあ、この刑務所に来てからいろいろありましたが、まあいろいろ反省したでしょ、もう。はい。思うことを一言言って、ろうそくの火を消してください。反省の色を見せてください。はい、いきます。かわいくてごめん。はい、しょうもないから次、ピンク。はい、日傘さしていてごめん。はい、お前らぶっ殺すぞ、お前ら。
じゃあ赤。ギャグが面白くなくてごめん。どうですか。一発ギャグかける2にしとくかお前ら。もう一回あるから。もう一回やる。ちゃんとやって次は。もう歌いいから。じゃあ葵ちゃんから。反省。反省の姿勢を見せろ。本当に反省してんのかこいつ。198765432。まあ一発ギャグかける2な。なんで。はいじゃあピンク。お前もちゃんと言わないとどうなるか分かってるよな。あもちろんです。裏社会のボスを取り仕切ってしまって本当に心より反省しております。以降は日本だけならず世界へと羽ばたいていきたいと思っています。おおやっぱりな。俺の読みが正しかった。お前やっぱボスだったのか。はい。で羽ばたいていくってことは、まあ、つまり更生して死んで、ね、天使として貧しい人たちに助けをこうという、そういうことですよね。そうです。いやーいい話を聞いた。じゃあ最後はいこれ。もう一回すんの。もう一回して。はい。じゃあ人参食べたいな。何の話だ。あギャグじゃなくて反省するんだよ。人参食べたかったなと思って。かける2ね。あじゃあおいちゃんと振動寺でかける2だから2人で一緒にショートコント1個にしてやろう。じゃあダメ。一人ずつで一回やった後に最後ショートコントな。よしじゃあ一発ギャグ最初誰がやる。順番決めろ。あれじゃないショートコント取りだからさ、ショートコントの前が私の方が多分綺麗だと思う。じゃあ振動寺葵ひな子で最後振動寺葵でいこう。うん。ちょっとじゃあ特別席にしてやろう。よしじゃあ振動寺行け。あ俺ポケモンじゃないんだから。これは何なんですか。罰でやるってことなんですかこれは。じゃあ多分お昼ご飯ギャグ振動寺さんのは。あこれお昼もういやお昼あるじゃん。もういいじゃん。ダメ。はいこれやんないとダメ。なんで。はいいつギャー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 おー揚げ揚げ揚げたてコンビニのフランクフルトと肉まん美味しいな。いやいやブー帰れ引っ込め。じゃあ帰ります。お疲れ様でした。あどこ行く。お前はこの席に座れ。お前何脱獄する気かお前。帰るって言われたの。はい次青池。はいじゃあ謎をかけします。おいいよ謎かけ。鍋に水を張りまして味噌を溶きます。これは味噌汁でしょう。ちょっと待って。ちょっと待ってうまい。待ってお前さうますぎん。お前ブラボーやったブラボーすごい。待ってめちゃくちゃすごい。謎かけでギャグしてきた。これはすごい。しゅんさんなんで立ったの。分かんなかった。何言ってんだろうと思って。待って多分俺と変わらないじゃんって思ってる今しゅんさん。分かんない。何が良かったの今の。青ショートコントめっちゃしてカッシュ。いやそれはダメだ。え怖いそう。頑張ったのに。さあじゃあきなこまあもう面白いの食うだろうな。もうここまで来たら。ではクイズをしましょう。クイズ。ペチさんはペットを飼っています。犬2匹猫1匹名前を当ててください。ヒント、猫の名前はコアラです。もう俺は知ってるから。はいどうぞ2人。さあ犬1匹の名前は卵。大正解。じゃあ卵のお姉ちゃんの名前は鶏。惜しい。なんだっけ。わからないの。多分一番名前呼ばれてるよ。あひよこだ。正解です。正解。そして卵とひよことコアラを掛け合わせるとこんな歌ができます。卵クラブひよこクラブコッコクラブ。どうもありがとうございました。いや何がギャグやねんお前。なんだそれ。コッコクラブはどっから来たの。いやコアラがコだから。あそういうこと。さあまあ来ました来ました。ハーフデスバースデーの醍醐味といえるショートコントよ。さあ出てください振動寺葵。いつギャー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 。一応話なしでやるの。嘘だろ。
はいはい、どうも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 、新道寺です。葵です。葵ちゃん、最近よくお腹すくことが多いね。そうだね。お腹すくと言ったらさ、ラーメン食べたいよね。そうだね。ラーメン食べたいといえばさ、やっぱ替え玉だよね。そうだね。俺今度受験があるんだよね、受験が。ラーメンの話どこ行ったね。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。なんかあれだね、興味のない女の子に頑張って喋ろうとしているちょっと痛いげな少年みたいな感じで。あ、でもショートコントのタイトルそれでした。そうです、そうです、そうです。あー、新道寺に哀れみの肉を。いや、よく考えてみよう。こいつが一番かわいそうだと思わないか。こいつはもうこの年になっても友達は一人もおらん。いるよ、友達ぐらい。さあ、みんなお腹いっぱい食べたよね。じゃあ、はい、終了です。今日のハンデスボスよ。食べてる、食べてない。あ、食べてない。うん、じゃあ俺ちょっと空を夜にしてくるから、ちょっと食べて戻ってくる間に。はーい、はーい。ね、食べたいから殴って。はい、よしよし、いいぞお前ら、やれ。どう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 だ。あ、もういい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 、死んじゃう死んじゃう。バカバカバカ、待て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 、やだやだ、食べる食べる食べる。だっていいの、俺も食べたいのに。殴ってあげよっか。はい、お願いします。痛い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 。おい、何した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 。食べるために。おい、この野郎、おい、痛い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 、本当に。食べる食べる食べる、危ない危ない、死ぬ死ぬ死ぬ。さあ、もうおしまいだ。食べたね、ちゃんと。おい、待て待て、死ぬ死ぬ死ぬ、死んじゃうぞ。痛いって。あ、そうだ、ひなこ、お前月がさ、欲しいって言ってたじゃん。月買っといてよ。え、本当に。はぁ、ほら、どういうこと。もうお前のもので、あの月は。月私のものになった。いや、私のものじゃねえぞ、俺のクレジットカード。まあまあ、また欲しいものがあったら言ってくれ。地球。地球だ、次。オッケー、分かった、地球で行こうじゃ。月買えるの何でも買えそうだけどな、それすごいな、その。ちょっと待って、月買ったとか私のものになったじゃなくて、月が私になった。すごいわ。あ、そうだ、お前たち今日は何日ですか。ハーフデスバースデーですよね。15日、お風呂の日ですよ。お風呂の日。お風呂の日だ。そうか、5倍デーだ。危ない危ない、忘れるところだった。お風呂の日です、5倍デーだからね。まあ、早く入れ。はーい。はーい。さあ、お前らちょっと臭いからちゃんと体洗っとけ。おい、新の字、お前その王冠も臭いから、カビ生えてるから、ちょっとちゃんと洗っといて。え、なんか王冠の内側ね、なんか白いのいっぱい溜まってた。うわそれ多分あれね、あの油だ、油、髪の毛のあの頭皮の油。やめて、なんかそれ赤じゃんそれ、髪。ただちゃんとスカルプ D やるんだよ、スカルプ D、 わかった。はーい。はい、久しぶりにお風呂だからゆっくり入れ。おー、びっくりした。なんか普通にさ、普通、待って、飛んでっちゃった話。疲れた、ハーフデスバースデー。違うよ、そんなことじゃなくてさ、私の予定だとね、食堂の時間にいろいろ話して出れるじゃんって思ってたの、脱獄。確かに。え、あれいけるよね。いけない、いけるってか分からん。え、もう完全に開いてた。え、もう完全に開いてた、間違いなく全部開いてた。え、じゃあ脱獄できんじゃん。え、行く、どうする。でも刑務作業のところで開けてで行かないといけないんだよね。こっから刑務作業まで相当遠くない。遠い。いや、結構遠いよ。うわ、行けないじゃん。一旦見てみる、ちょっと外で。そうするか。一旦見てみよう。何、あのパーティーしてる場合じゃないんだけど、本当に。うん、飛んだ、確かに、あのパーティーで。どうでもいいんだけど、あんなの。オッケーオッケーオッケー。いけ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 、一回開けるよ。オッケー。これで監視いない？大丈夫？いない？いないいないいない。ちょっと様子見てみようぜ。ちょっとこっちから行こう。オッケー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 。慎重に行こう、慎重に。え、なんか多分監視いないよね、怖っ。ほら、あそこのね、あの紫のところがもうフルオープンしてたの。じゃあもう本当に出れるんだ。正面から多分出れる。まあ正面から、あ、待って、監視いるかな。やばい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 。一旦戻るか。戻る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 。ばば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 。
正面から行けたと思うんだけど。え、ってことはあのエントランスオープンっての押さないとあそこが開かないわけだから、一旦あそこに行く必要はあるってことか。そうだね。え、から今ちょ、今やめよう、今やっぱやめよう、無理だ。やばいね、遠すぎるよ絶対。え、そしたらちょっと待って、明日なら絶対行けると思う。確かに明日なら行けるか。場所的には自由広場から行くにしても、やっぱ結局刑務作業のあそこ行かなきゃいけないもんね。そうだね、刑務作業中に実行するのが一番時間は取れると思う。一番安全っちゃ安全よな、刑務作業の時間が。そしたら刑務作業中にもう脱獄する、どう？マジ？明日で行けるの脱獄？行けるでしょ。あのボタンを押して刑務作業場から出るってなると、結局ポーションのところからしか出れないよね。そうだね、ね、そうやね。そこからどう行く？多分処刑場ぐるって回るのが一番見つからないとは思う、処刑場の周り。まあ、確かにあの見張り台の方行ったら危ないもんね。一番見られる可能性はその辺が高い。結局オッケー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 。で、処刑場の周りをぐるっと回って、ぐるっと行って正面に出るっていうルートで行こう。え、だったらさ、相当さ現実的じゃない？めっちゃいけるくない？余裕で。いや、いける、全然いけると思う。結構普通にいける。明日脱獄しちゃうってこと？マジ？なんかすごい楽しみになってきた。え、ねえねえ、一旦見に行かない？さすがに。行こう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 。ルート確認する？ルート確認まではいけんかもしれんけど、ちょっと見てみよう。ここ通れるやん、大丈夫だ、いないよね、監視。ここで見つかったら終わり。やばい。キョ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 、どう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 、いけるそう。待って、見て見て見て、こっからさ、怖い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 、待って、やばい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 、あ、待って待って、監視降りてきた、やばい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 。でもポーションのとこから飛び降りてぐるって回る、この外側、やっぱ刑務作業棟の外側ぐるっと回って、したらこのまま直進すればいけるから。オッケー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 。え、それで行こう。ちょっともう戻る一回、戻る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 。え、明日いや、マジそんな唐突に来る？行かない？え、行くよね。いや、行く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 、に決まってるよ。ちょっと待って、他になんかやれることある？なんもないよね。自由広場の時間とか別にやる必要あることないよね。ないよ、だってもう出れるんだから関係ないよ。だって押すだけだし、あれ大丈夫だよね。おい、どうだ、やっと風呂流したか、まだ流したか。流してー、流して、まだ流してー、流れる。何してんのお前ら。流れ星。ちゃんと洗ったか？はい、洗いました。隅々までしっかりと。まだ煙出てないか、なんか体から匂いがプンプン頭から出てるよ、ほら。嘘。さ、お風呂は気持ちよかったか？気持ちよかったです。はい。まあちょっとあの汚れる、あんま汚れないようにしてね。いや、厳しいだろそれは。あの仕事するときとかも気をつけながらちょっと仕事して、臭いから。まあ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 、だから話も臭いのか、仕事頑張ってるから。俺は月に1回入ってると、ちゃんと。うちらより汚いじゃん。うるさいな、早く早い。もう、あ、でも増えてない。何も変わってはないね。うん、変わりはないね。増えてないよな。ああ、何も増え、何も変わってないもんね。変わ…あれ、うん、何あれ、なんか、アハ体験、え、監修、青のベッドなくなってる。ベッドがなくなってる？そんな、俺は知らないな。なんかでもなんか朝ベッドを変えたとかなんか言ってたから、もう壊しちゃったんじゃない？まあまあ、そこの上で寝ろ今日は。はい、注目。はい、またね、今日ハーフデスバースデーでしたが、まあ今日終わってしまいました、ハーフデスバースデーが。はいはい。もう明日じゃもう、もう16日目で、もうだんだんマジでもうね、死が近くなってくるね、君たち。そうですね。まあ死ぬ前に言う言葉とか考えとけ、遺書とかな、なんか考えとけ。はい。今日はお疲れ様でした、長い一日だったな。まあ明日も一発ギャグあるからな、お前。なんでもう疲れたよ俺。もう疲れる疲れる。考えとかないとダメだから、分かったな。はい。じゃあおやすみ。はい。本当にやってるよね俺。え、すごいよね。え、何毎日俺やってる、もっとやりたい。もうなんかついにパントマイムとかやりたいって言ってます。あ、ほんと。どうやってすんだよ。あ、じゃあ明日ちょっと期待しておこうかな。じゃあおやすみと、楽しみにしてる。おやすみなさい。おやすみなさい。いや、もう無理だよ俺、もうないって。違うって、シードさん、違うって。何言ってんだよ、もう明日
食堂の時間ないよ。あ、そっか。なにちゃんとやろうとしてんだよ、真面目だな。偉すぎ。そうだった、もう身に染みてたわ、今。ないんだ、もうご飯の前に出ちゃうんだ、俺たち。そうだよ、刑務作業で出るでいい。それともさ、仙道さんのパントマイムやってから出るの方がいい。いやだ、絶対無理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 絶対したくない。本当に明日なの？実感がなさすぎて、唐突すぎて。そう、実感がないよ。ノリだもん、完全なんか感覚的に。明日じゃあ自由時間は極力おとなしくしとこう。うん、オッケーオッケーオッケー。うんうんって、お前だよ、お前だよ。え、おとなしくしとけって。おとなしい性格。いや、嘘なんだけど、それは。なんでお前が一番問題児なんだよ。え、でもさ、私さっきさ、あの医務室で骨一応取ったけど、これ交換する必要もないよね。ないよ。ないと思うけどな。うん、もういらんよね。 OK、 そうしたらもう自由広場の時にいい子にして、おとなしく刑務作業に行って。あ、ってことはあれだ、刑務作業は小麦だと困るんじゃない？あ、そうだね、だから普通の刑務作業が。じゃあ明日アンパンマン歌うの禁止ね。そうだ、アンパン歌わなきゃったらどうせあそこに行くよ。 OK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 。 えー、今日寝れるかな、楽しみすぎて。マジか、明日か。でもなんか正直明日でありがたいかも。私結構ツルハシの耐久やばそうなんだよね。いや、俺も結構やばい、もうこれ以上長引くと、もうツルハシが先に行くかもみたいな感じだったから。いや、もう出よう、もう出よう出よう。不備は何もないよね、大丈夫だよね。何もないよ、もう刑務作業と行くだけだもん、大丈夫。あ、なんか待って、すっごい楽しみになってきた。じゃあ明日結婚っすね、お嬢。間違いなく結婚しよう。やった、脱獄結婚だ。裏切りは禁物ね。あ、オッケー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 。あ、でもしんどさんがボタンを押す係ね。あ、そうそうやね、まあ俺が一回押してるから大丈夫、場所分かるから大丈夫。で、葵ちゃんは一緒に出ようね。うん、一緒に出ようねって、俺も出るんだよ。え、じゃあおやすみ。おやすみなさーい。おやすみなさーい。